元衆院議員でタレントの杉村太蔵が、東京 MX 払いのダンディに出演し、転職活動中の若者の発言に憤慨しました。ネット上で、転職活動の採用面接の際に、なぜ弊社でなければならないのか、という質問は本当にやめた方がいいという投稿が話題になり、投稿者は御社じゃなくてもいい、お金が欲しいだけ、いくらでも代わりのある会社のくせにうぬぼれるのはやめてとも書き込んでおり、賛否を呼びました。杉村氏は自身が就職氷河期を経験したことを共有し、こんなこと言ってる若いやつはひっぱたきたくなる。なんだ、この生意気な感じ、なんなの、と激怒しました。自身の苦しい転職エピソードも語り、30、40社受けても内定でなかった。年齢、性別、学歴、経験不問でツアーコンダクターを募集してたんです。なんなら昔からツアコンなりたかったとか言って。そしたら、私一次審査で落ちたんですと悲惨な経験を明かしました。